はいおはようございます塚原農園です今日は農家が作る家庭菜園に来てます今日はじゃがいもを植え付けをする前にじゃがいもの翼工育がという作業をしていきたいと思いますはい、えー、それではこちら段、えー、ボールの中に、えー、種芋じゃがいもを入れておきました えー、園芸店、えー、などで購入してきた、えー、今年植え付けする予定の種芋がこの中に入っているんですけれどもちょっと珍しい品種などはなくなってしまうので早めに買われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかまだ植え付け時期は早いですけれどもね、えー、こんな感じに入れておくたものを中からまずは取り出しましょう。 まあ例えば一例なんですけどもこのようなインカの目覚めなどは地域によっては基調あまりないとされているものこういったものですよね植え付けはまだ1ヶ月ぐらい先ですけれどもこういったものが今買っておかないともう売り切れちゃうと入荷がないそういったものは段ボールに入っているまずはこれを段ボールの中から出していきます。 じゃがいも植え付けをするときまでいろいろ管理などしていくときはこういった種芋はガツッと下に置かずにそっと置くようにしてくださいね、えー、芽が少し少なかずも出ているものも中にはあるかもしれませんあとそしてこちら見てくださいこれご存知の方もいらっしゃるんじゃないですか大人気の一つですねはいデストロイヤーですじゃーん これ視聴者様から送っていただきました。ありがとうございます。使ってくださいということなので、大切に使わせていただきます。すごいですね。デストロイヤーが我が農園に来るとは。うん久しぶりですね。何年ぶりかな。もう20年前ぐらいですかね。まこういったものを段ボールからまずは出していきます。はい。で、えー、ここでとりあえず段ボールは一旦置いておきましょうと。 まあこんな感じでえ今ですねえ出した種芋はいこちらになります。全部で何品種かな十二プラスデストロイヤーが加わりましたので十三品種の今種芋があります。うん、えよくこう育育型は太陽の光にねあびさせるということですね。そうすると芽が出てきます。まあこのまま植え付けをしても全然大丈夫なんですけれどもね。 ホームセンター園芸店などで、まあ、こういった袋でね大体販売されているかと思います。でこれを出荷する時に種芋を作るところから運ばれてきてホームセンター園芸店に並ばれて置かれていると太陽の光にやっぱり当たっていますし店内の電気の光に当たっているとで温度も大体じゃがいも置かれているところは平均気温が20度ぐらいになっていると思うのでやっぱりなん 段ボールとか入れておいたとしても、うん、節になってくると自然にこう芽が出てくるんですよね。でもこれだと弱々しいんですで。中には不揃いのもの、同じ品種だったとしても、これはメイクインですね。もう一つ一例で、あこれいいですね。こちらはあしっかりと芽が出ていますよね。でもこれを見てみると、弱々しい。 えまた目が全然出ていないなところなどもありますこう要,要はムラが出てしまうとこれをいざ植え付けをさあするという時にやってしまうと、えー、不揃いになったり、えー、最悪出ないといつでたったもと芽が出ないまあそんな環境にならないようにするために太陽の光に大体約3週間から4週間当てることによって芽が出揃いますそれを植え付けた方が揃いもも成長もいいし また収穫する予定のこのようなじゃがいもがいずれ種芋のように大きなものが取れるんですがこの周品率いいものが取れる量がアップするんですねそれをするためにやることがよくこうくかと言いますそれをやる作業の手順もただこのようにね置きっぱなしというわけでもないんですねとても簡単なことなのでご覧いただければと思います、はい、ではまず何の容器でも構いません トレイなど、まあ、これは育苗箱と呼ばれるものなんですけれどもこういったものを使って、えー、この上にトレイの上に、ね、並べていきましょうできれば平たくなるように山にしてぼっちにするよりもまん丸にするよりもいくらか横にして種芋が重ならないようにしてください,いやあの開封はしませんよーく見てみるとじゃがいもは中が蒸れて湿気でカビで 腐らないようにところどころ小さな穴が最初から既存の穴がね複数開いています。これが空気口になりますので、袋から出さなくても中が湿気ってダメになることはないです。まあ、心配な方は少しこの後、この辺り上の方ですね、種芋が出ない程度にちょっと指で穴を一箇所ぐらい開けておけばこれ間違いないです。平らにします。これをこのように並べていくんですね。 平たくはいこうすることで種芋が、えー、太陽の光当たりやすいですよね、はい、まずはこうしていきます今年インカの目覚めね、えー、去年かなすごく少なかったのでリベンジということで種芋、えー、いっぱい用意しましたここへじゃあデストロイヤさんをですね置いておきましょう。 で、こうやってバラしておかないで袋に入れっぱなしにしておけば品種名が書いてあるのでえばらもし違う複数の品種を栽培する場合だったとしても間違うことはないですよね、はい、今こんな感じでトレイのの上に平たたく、全部の品種を並べましたえこれで大体3週間から4週間かけて太陽の光に当てます日中ですね えー、この時間帯は特に気に気しなくてもいいいと思います、まあ、ご自分がだたい用事を済ませてさて菜園に行くぞという畑の支度ができたらこういったトレーごと持っていって日の当たるところとかですね、まあ、玄関先でもどこでも構いません雨の日またすごく強い大風の日大嵐の日を省いて外で太陽の光に当てましょうこれを3から4週間ですね。 で目安となるどのぐらいまでということなんですけど、まあ、目ですよね、ここ、えー、これ例えば北明かり、これは目が出やすいタイプなんですけれども、もうすでに目が出ちゃってますけど、これも全部が全部じゃないんですね、こっちは全然出てませんし、ここは出てますし、うん、この目がだいたい 5mm ぐらい、ほんの少し、これもちょうどいいぐらいなんですけれども、これだけじゃダメですよね。 こっっちは良かったとしたこのまま植えれば別に構いませんが半分ぐらいに切りますので反対側とか見るとこちらの方でねちっちゃいですよね、うん、これじゃ弱々しいので、えー、これをこうやって並べておいて、えー、ずっとこのままじゃないんです3から4週間でもまず上から太陽の光が当たってますが裏面の方は太陽の光が当たってませんよねなので先ほどみたいにムラが出てしまいますので ある程度、これも様子を見ながらなんですが、あだいたい上の方が目がいい感じにちょこっと出てきたかなと、2、3ミ出てきたかなと思ったら、これ反対側にします。だいたい半2週間ぐらい経ったらまたこんなように裏返しにしてあげるといいんじゃないですかね。これも様子を見ながらであって、日数というものはあくまで目安です。はい、こんな感じにします。全体的に。も だからトレーなどがあると楽なんですねこのようにしてまた後ろのところ芽が出ていないところひっくり返しましたのでここへ太陽の光が当たればここからまた太くて強いがっちりとした目がゆっくりと出てきますそれが3週間4週間経ったら畑の方にさあ植え付けましょうということをやりますまたその時になったらその作業はまた動画します まあよくととということはこういうううこここはになります、ね、で次はいついでに、まあ、今度は品種の違いによって芽の出方が違うということを、ねえー、ご説明しますいろいろな品種があるんですが代表の一例として、えー、先ほどのこちらの北あかりなどは同じ日に、ね、他それぞれ種も同時に購入したんですけれどもこちらはまあ出てますよね。 こここすす。ごく強く強出てます、まあこのように北あかりは本当に栽培がしやすいと言われている人気の品種だけあって、まあ、その一つの理由が芽が出やすす。いんで,すでもう一つ見ていきましょうこちらトカチコガネですね、はい、これはどうでしょうか見ていきましょうはい全然出ておりません、はい、このようにね品種によって差があるんですのの出るタイミングというものが。うん 早く出るタイプの芽が出るタイプの品種は早く収穫できますが貯蔵性が短い傾向にあります。で一方このようなトカチコガネのような芽があまり出ない芽が出ないというのは遅いという意味ですね。最終的にはどこからも芽は全部出ますけれども芽が出るタイミングが遅い品種ほど貯蔵性がいいんです。収穫しした後保存てておいても 痛みが少ないしわがよらないとか、まあ、そういうものですねはいこういったものがあるということまあ代表で一例でご,ご紹介ですけれどももう一つぐらいやっていきましょうかあこの北海魚金っていうのもね結構目が出づらいですこれ見ていきましょうはい肌がすごいですね全然出てませんよねまあここ少しプチッとありますけれどもほぼ 出てません、うん、出る気配もないですね。まあ、こんな感じ。これ北海小金とで。今ここある品種の中でそれぞれ複数購入した場合翼鉱育蛾が,が済んだものっていうのは、まあ、この判断で全体的にもう芽が出てしまえばそれで植え付けするのはいいんですけれどもこの品種の特徴を知っていただければその翼鉱育がをずらすことによって全部植え付け時期を 合わせることができます北あかりは芽が出やすいのに芽が出にくい品種と同時に全部いっぺんにやってしまったらどうなるでしょうか北あかりだけ芽が極端に1センチぐらい伸びてこちらの方はま一般的な 5mm ぐらいとなる場合ももしかしたらあるかもしれませんのでこれは私今後調整しますけど慣れていない方はこのようなもうすでに購入した種芋で小さい芽が どこかしらから、まあ、複数このように出ているものはまだ段ボールなどにしまっておいてこのような芽が出るまでこれは置いておくで先にこちらの複数購入して芽が出ていないものからよ翼が育がを始めてで最終的にだんだん合わせてこういったものを一緒に並べてよく子育芽をするといいんじゃないでしょうか、ね、いくら芽が小さいものが出ていたとしても これはもちろんそのまま植え付けけしててても上手にやっていただければなんんことありません、まあ、そのまませその植えちゃう方も、ね、農家の方でもいますし、まあ、実際僕もそのまま植え付けをする時間に追われてそのままやる時もありますけれどももし天候不順などの場合で、えー、環境が悪いと育ちが悪いとですね失敗する可能性があるのでそれをなるべく抑えるためにするということがこの「よくこいくが」が な,んですね、なるべく栽培がしやすいような環境にするということをしつつこの種芋自体も上手に発芽ができるように人の手で少しこうね助けてあげましょうということをするといいですねこれがよく濃い具合になりますあと品種のによって芽の出方のタイミングがあるわけですね。ね熟期とというものが早とか、ね 中手、奥手とか、中奥手とか、いろいろありますよね。うん。ではよくこう行くがわかりましたと、じゃあこれは、えー 外で置くののも分かりました。太陽の光があるところですねで。ある程度まあ風通しがあった方がまあいいけれども外を置いておけば大体どこも風が吹くと思いますので大丈夫だと思うんですがおすすめはやっぱり軒下ですねで太陽の光が当たるところですね、まあ、急な雨によって、ね、雨に打たれないようにと最悪のことを考えて、まあ、軒下などにこのようなトレイを、えーを敷いていただいてからやっておくのがいいと思います。で 朝晩の管理どうするかと朝と夜はすごく寒いとまだ霜も降りるところもありますよね私のところまだまだ土がガッツリと凍ってますこれ外に置きっぱなしにしておいた場合たった1日だけでもこの種芋を凍らせてしまうとこれ腐っちゃいますので これはは夕方までにはでにすね、まあ、ご自分がちょうど畑から帰ってきたりお勤めから帰ってきた時にそのままトレイごと、まあ、玄関の中などに入れていただいてで玄関の中が凍らなければ大丈夫です、まあ、5度以下ぐらいにならなければ大丈夫なのでそのままにしておいてくださいで玄関の中に入れても凍る場合はなんか毛布とか、ね、かぶせておくまた段ボールなど切って平らにしたものを まあこんな感じで上にかぶせておくだけで要は凍らせないような環境に朝晩を置いておくようにすれば、えー、大丈夫です、えー、そしてこのじゃがいもを、うん、よくこう育がをする日はどうするかということなんですがこれも地域によって全然違いますうんちょうど桜が咲く頃を基準にしてまず考えていきましょうまず桜が咲く頃には、えー、もうちょうど 植え付けが終わって畑の土から芽がちょっと出るぐらいがいいです。そこからどんどん逆算してってください。まあ、九州の方から桜が咲いていってね、最終的にね、上の方がだんだんと寒いところ、寒冷地などが咲くと思うんですけれども、そのご自分のお住まいのところのソメイヨシノの開花の時期を、 目安大体3月の20日頃が私の地域では基準になっているんですけれどもその頃に、まあ、芽が出てくると逆算すると芽が種芋を植え付けをして芽が出るまでに大体2週間ぐらいかかりますということで、えー、3月の上旬ぐらいに種芋を植え付けをしますよね、うん、で植え付けをする前にやることが先ほどの緑黄育がそれがまあ4週間ぐらい。 なので、まあ、約一ヶ月ということなので三月の上旬の植え付けから約一ヶ月を遡るということなので横行行くがは二、まあ、月の上旬もしくは中旬頃にやるとちょうどいいということになります、はい、これは三月の二十日がソメイヨシの開花時期の場合ですねで東北など寒い寒冷地などの方でしたら それから逆算してもう少し遅らせて翼、えー、こう行く,く,くがなどをするとこれいいじゃがいもができる、まあ、準備としてやることができると思います。はいいかかがだったでしょうか、えー、今日はじゃがいも栽培の、えーまあ、植え付けをする前の準備の一つとして横こういくがということについてご紹介をさせていただきました。 え同時にもうそろそろ畑の土作りの、まあ、準備ですね、まあ、堆肥を入れたりする方は入れると、まあ、入れないでそのまま栽培する方でも最低でもねこの畑の土を少しでも耕して、えー、ふかふかな土に仕上げておくというのもいいんじゃないでしょうか今日もご視聴いただきありがとうございましたまたよろしくお願いいたします